はい、片山です。毎週金曜はねタトゥー動画の日ということで、まずはじめにね早速、こちらのね、いいねボタン、押しといて青くしといてください、うん、そうするとね徐々にあの画質が良くなってくんで、まあ、早めに押しといてください。はい、まあ、そんな感じでね、ぜひ続き見てほしいんですけど、今日はちょっとよくあるねタトゥーの質問で、おすすめの彫り師さんいますかっていう質問、これめっちゃ来るんですよ。これは人それぞれね好き嫌いがあるんで、まあ、僕は一応東京に住んでるんで、まあ、東京に住んでる人はね、僕が掘ってもらってる彫り師さんとか紹介したりするんですけど、まあ、今日はちょっと僕の掘ってもらってる彫り師さんも含め、日本人のおすすめの彫り師さん6人を今日ちょっと紹介したいと思います。うん、もうこれ独断と偏見でね、僕の好き嫌いなんで、まあ参考にしていただければいいなって感じなんですけど、まあ本当はね、ちょっともっとたくさん紹介したい人いるんですけど、まあ今日はちょっと長くなっちゃって6人に絞らさせてもらいました。これからね、タトゥーを入れようとか悩んでる人とか、まああんまり彫師さんとかの情報とかってね、あんまわかんないと思うんですよ。なんで、まあよかったら参考にしていただければいいかなって思うんで、続き、ぜひ見てください。はい、そしたらね、早速1人目、紹介していきたいと思います。僕もちょっとね、携帯見ながら紹介していこうと思うんですけど、まあ、1人目は、この方です。はい、もうこの人は僕が紹介するまでもないんですけど、にっさこさんです。はい、大阪の彫師さんで、にっさこさんっていう方です。うん、これ知らない人は逆にモグリなんじゃないかっていうぐらい、まあインスタグラムのフォロワー数が多分おそらく日本の彫師さんで一番フォロワー数がいる方です。だから要するに、まあインスタグラム世界なんで、まあ多分おそらく日本人で世界で一番有名な彫師さんが多分おそらくにっさこさんです。うん。これはまあ数字だけのね、で話してますけど、まあもちろん日本だけじゃなくて、まあアメリカとかヨーロッパとかでも、まあたくさんタトゥーやってると思うんですけど、まあ、拠点は大阪なんですかね。うん、の彫師さんで、まあ、得意なジャンルっていうか、まあ、ジャンルっていうか、うん、まあ、これ見たら、まあ、もう一発で、ああ、にさこさんねっていうのが分かるぐらい、要は、もうオリジナリティがとりあえずすごい。うん。まあ、もともとね、トライバルとかが得意な彫師さんで、まあ、そっからちょっと今は、まあ、トライバルだけじゃなくて、ちょっとジオメトリック系というか、ジオメトリックタトゥー、まあ、こういう曼荼羅みたいな、この細かい幾何学模様みたいな。これもともと海外ではネオトライバルタトゥーっていう風にも言われてるんで、まあ、やっぱりそっち系のジャンルがやっぱ好きなのかなっていう。で、その、ただのジオメトリックタトゥーじゃなくて、そこにちょっと和をね、モチーフにしたようなデザインだとか、まあ、本当にオリジナリティが溢れてる。もうこれ見た瞬間に、タトゥー見た瞬間に、ああ、それにっさこさんねっていうのがわかるぐらいの、すごいオリジナリティがあって、やっぱめちゃめちゃかっこいいですよね。一言で言うと神じゃないですか、多分日本の中で。うん。ってぐらい、うん、やっぱかっこいいデザインが独特で。うん。やっぱ僕もね、そのクリエイティブな仕事してるんでわかるんですけど、そのオリジナリティを出すのって結構勇気いることだし、万人受けするやつの方がやっぱり、まあ万人に受けるじゃないですか。でもそういうのじゃなくて、自分のそのアートをこう追求してった結果、こうその作品で自分が有名になっていくっていう、まあそういうのをこう実際にやってる人なんで、やっぱりすごいなって、うん、すごいセンスがあるなって思って、自分はすごい好きなんで、まあよかったらね、インスタフォローしてない人とかは、ぜひフォローして見てみてください。二人目はね、この方です。はい。この方をね、みんな知ってると思いますけど、ガッキンさんです。はい。めちゃめちゃかっこいいですよね、作品がね。うん。ブラックワークで、うん。黒の、この塗りつぶしが多くて。もうなんつうんだろうね、もう説明できないっていうか。うん。まあ、ただ共通して言えるのは、にっさこさんと一緒で、作品っていうか、この写真見た瞬間に、あ、それガッキンさんのねっていうのがわかるっていうか、まあ、そんぐらいオリジナリティがすごい強い。で、もともとガッキンさんは、京都で彫師さんをやられていて、その後に、確かまあ5年ぐらい前に、オランダの、アムステルダム、首都ですね。首都のアムステルダムに移住して、まあ、オランダで活動してると。なんかそういうのもかっこいいなっていうか、日本に居続けないでそっち行っちゃうんだみたいな。で、ちなみに、ガッキンさんのお子様ですね。もう、のこちゃんって言うんですけど、まあ
その子も今タトゥーのやってるんかな。僕もあの T シャツ買ったりしましたけど、パーカーとかめちゃめちゃデザインも可愛くてね、猫の T シャツとか片山の動画でも出てますけど、まあ、やっぱね子供っていうのは親を見て育つんで、こういうパパがいたらいいなって自分も思いますよね。羨ましいなって。なんでね、あぜひみんなチェックしてください。はい、次に紹介するのはこの方です。はい、デトロイトディーゼルタトゥーワークスの、オーナーのエンさんです。はい、エンさんですね。まあ、最近僕実はそのデトロイトディーゼルタトゥーに、よく行っていて、まあ、エンさんに彫ってもらってるわけじゃないんですけど、まあ、そこでこうエンさんと初めて、まあ、お会いしてまあ話したこともあるんですけど、ちょっと見た目ちょっと怖いんですよ。メキシコのギャングみたいな、なんか見た目めちゃ怖くてめちゃめちゃ話しづらいんですけど、話してみたらめちゃめちゃいい人っていう、まあ、よくあるあるのパターンなんですけど、まあもちろんね作品もねめちゃめちゃうまくて、すごいその色とかのこう使い方バランスとかも綺麗だし、おそらく今あのネオトラディショナルっていうジャンルが一番得意で自分が好きでやってらっしゃるみたいなんですけど、多分おそらく何でもできるんじゃないかな。うん、まあ、どのジャンルでもいける、もう本当に天才肌っていうか、うん、まあ、中でもただそのネオトラディショナルっていうちょっとアメリカントラディショナルのちょっと派生系なのかな、ちょっとそこを詳しく分かんないですけど、まあ、そういうジャンルが A さんは得意だと。でね、話すと分かるんですけど、 A さんと、まあ、見た目怖いんですけどめちゃめちゃ物腰が柔らかくてめちゃくちゃ丁寧なんですよね。で知識の量もすごい半端じゃなくて、あ、この人めちゃめちゃタトゥー好きなんだなっていうのがなんかマジで伝わってくるっていうか、なんかそういうのでかっこいいなと思って、ちょっとみんなにね紹介したいなと思って選びました。はい、次はですねこちらの方です。はい、レイジータトゥーの、センさんです。まあ、この方僕最近知ったんですけど、実は知らなくて、最近たまたまねツイッターで誰かが、まあ、いいねしてるのを見つけて、まあそんで覗いてみたらめちゃめちゃうまいやんと思って、まあ、この人の得意なのが、まあ、ブラック&グレーの、まあ、特にそのリアリスティックタトゥーっていうリアルなタトゥーなんですけど、めちゃめちゃうまいです。普通に東京でこんな人いるんだって自分思いました。まあ他の人僕はちょっと詳しくないっていうのもあると思うんですけど、あ、こんな人東京にいたんだっていう、まあ、東京の渋谷で活動されてるみたいなんですけど、最近スタジオを作ったのかな。でね、あの作品見てもらうと分かるんですけど、まあ、めっちゃうまいっすよマジで。まあ、特に俺が感動したのが、まあ、こちらのヘビ、これ結構やばくない？うん、なんか日本人もこういうのできる人いるんだと思ってちょっと驚いたっていう。いや俺センさんのお父さんがどういう反応したかっていうのも分かるもんね。なんだお前タトゥーアーティストになりたいとかなんか言ってるらしいな、お前もうこの家から出てけ、うん、そしてな俺もお前ともう一生縁を切るから、薬かなんかのお前やってんだろ、うん、好きにしろお前も。いやでも一応俺こういうのやってて、こういうのやってて、だいい加減にしろ。俺がそんなものを見てねなんか感じると、お前これ儲かるんか、ん？っていう風にお父さんがその言ってる展開まで見えちゃうっていうか、まあそんぐらい本当に上手なんで、まあ、ぜひねあのリアリスティックタトゥーを入れたいとかいう人はぜひ千円さんに連絡してみてはいかがでしょうか。はい、次はこの方です。はい、これはですね女性彫り師のすずちゃんです。はい、すずちゃんです。まず名前が可愛いですよね。うん、まあ、すずちゃんと僕はですね結構5、6年ぐらい前から知り合いで、まあ、すずちゃんにもたくさん彫ってもらったことあるんですけど、まあ、一番みんなが知ってるやつで言うとこの、手の甲に入ってるサバチンですね。まあ、僕の、 あの猫のサバチンを入れてくれた人です。すずちゃんはね、まあ、とりあえず俺と同い年なんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、一つ言えるのは、まあ、めちゃくちゃ適当っていう、うん、めっちゃ適当なんですよ。まあ、それはあのなんか施術が適当とか仕事が適当とかじゃなくて、なんか適当になんか緩い感じというか、まあそこが好きでね、まあ、僕の、 あの試合とかも今掘ってもらったりとかしてるんですけど、まあ、得意なジャンルは、トラッド系かな。
アメトラ系、アメリカントラディショナル系が得意で、であとはスノボがうまいっていう、うん、そんな感じですかね。まあ女性の方なんでね、まあ、もし見てるこの女性の方でトラッド系が好きな人いたら、まあ、女の人同士だと結構やっぱ話しやすかったりとか、まあ、男の人にここ入れるの恥ずかしいなってところにも入れてもらえると思うので、まあ、よかったらね、まあ下にもね、あのみんなそうなんですけどインスタも貼ってあるんで、よかったらチェックしてみてください。はい、じゃあそんな感じでね、僕のおすすめの堀市さんの紹介を終わりたいと思います。はい、っていうのは冗談でね、あと一人いるんですけど、それがこちらの方です。はい、京平さんです。うん、で京平さん絶対見るだろうなと思ったから、ちょっと一発かましとこうかなと思って、ちょっと驚かそうと思ってね、うん、個人的にねちょっと嫌がらせというか、そういうのしてみたんですけど、まあ、こういうのができるぐらいね、ちょっと最近仲良くさせてもらっていて、一番最近よくおってもらってる堀市さんになります。で京平さんはさっき紹介したエンさん、デトロイトディーゼルタトゥーワークスのエンさんのところで一緒に働いてる、人です。で京平さんはね、僕の足のドラゴンボールのタトゥーだとか、この肘のマンダラとかね、まあ、今も和彫りのね続き彫ってもらったりしてるんですけど、まあ、とにかくね、なんつうの、優しい。うん、もうそれがまあ一番最初に来るかな。すごい丁寧で、まあ、すごい優しい方です。うん、僕がね遅刻した時にこうやってコーラ持っていくとね、本当に本当に嬉しそうにね、 ありがとうございますって言ってくれるんで、うん、まあ、そのためにわざと遅刻してるっていうか、それが見たいがために、まあそれは冗談ですけど、まあ、そのぐらい親切でね、すごい丁寧で、まあ、本当にこれからタトゥーを入れようとしてる人に結構向いてるんじゃないかなっていうふうに思います。技術もありますし、すごいね親身になってこう聞いてくれるんで、まあ僕もねおすすめできる堀市さんなので、ぜひ、彼のインスタグラムとかチェックしてみてください。あとはね、最近京平さんドットタトゥーっていう YouTube の、メディアの方にも、出てたんで、それ下にねリンク貼っとくんで、まあ、よかったらこういう人だよっていうのが多分人柄とかもわかると思うんで、よかったらチェックしてみてください。そんな感じでね、タトゥーの堀市さん 6選どうでしたでしょうか。うん、まあ、まだまだね、実は堀市さん紹介したい人たくさんいるんですけど、まあ、今日はちょっとこのぐらいにさせていただいて、まあ、逆にね誰かねおすすめの堀市さん、この人いいですよ片山さんっていう人いたら、ぜひコメントに、書いてください。うん、まあ、そんな感じでね、まあ、片山のねインスタグラム、あとはね YouTube の登録をね、今のうちに今すぐしておくと、まあ、かなりね自分の株が上がるんで、まあ、よかったら早めにしてない人はしといてください。そんな感じでね、今日はここら辺にしといて、はい、ここら辺にしときたいと思います。はい、片山でした。じゃあね。